皆さんこんにちは。悪夢のオブのひとかけを空の戒めとき放たれしコレル黒きうつろのダブルハンマーです。我が力我が身となりて共に滅びの道を歩まん神々の魂すらも打ち砕き、本日も闇商人アルパカスペシアルの時間がやってきてしまいました。4月14日本日はアルパカ社長のタレコミライブを超ざっくり短時間でまとめていこうと思います。13日土曜日は闇商人ことアルパカ社長のライブがありましたが、同日にはひまそらさんのライブもあり、なかなか盛りだくさんの一日でした。ということで今回はアルパカ社長より提供された情報をざっくりとまとめていきたいと思います。ではいく。まずは連絡事項として、アルパカ社長に対して薩摩利予告のメールがあったこととその対処についてです。以前アルパカ社長がサンリオピューロランドなどに対して爆魔利予告があった事件に関連して、そういった犯人を特定することの大変さを説明する記事にコメントをしたことがありました。するとその翌日、アルパカ社長にもサマリオ国のメールが来たそうです。しかしながらそのメール、 VPN が外れているものがあったらしく、アクセスプロバイダ、いわゆる AP が判明しました。設定忘れてたんですかね。そんなわけでアルパカ社長は早速そのプロバイダに連絡、今後は警察と協力して然るべき対処をしてもらうそうです。次の話題は、マスクドタキシードさんが自身のキャラクターの著作権をアルパカ社長に持ってもらうようになったことの報告です。こちら、マスクドタキシードさんも動画に上げていらっしゃいますので、詳しくはそちらもご確認ください。今後、マスクドタキシードさんの画像を勝手に使って、何か自分の意見を主張しようとしている人を見かけたら、乳酸菌告発サイトか、アルパカ社長に報告してくださいとのことでした。続きましては、またさマリオ国のメールですね。こちらは自分のアドレスを使われて、さあマリオ国されていると主張する人からのメールのようです。しかしこの報告というか、プレスリリースなどで発表はなかったところへのメールのようですね。一体誰がこんなことをしたんでしょう。不思議ですね。怖いですね。そして次は、タキシードパンダ EX の話題です。こちらタキシードパンダ EX はですね、以前は鍵垢ではなく、とある VTuber に絡んでいたのが目撃されているそうです。そしてこの情報を提供するにあたって、いわゆるミリオタ界隈のタレコミにしも、葛藤があったと語っています。というのも、ミリオタをバカにするように、センチャという言葉が、全く関係のない第三者から使われてしまうことがたびたびあったようなのです。それでタレコミ主としても思うところがあって、情報提供には踏み出せなかったと。これは当人同士の言い合いではなく、他人の使っていた言葉をこれ見よなしに使って相手の属性でバカにするような良くない行為だと私も思います。意見は自分の言葉で相手に向けて投げかけるようにしたいですね。ともあれタレコミ主もそんな状況を作る一員となった人物への意趣返しにもなるだろうということで、情報提供を決意してくれたとのことでした。ではタキシードパンダ EX とのスペースで話題となった情報について述べていきたいと思います。小さい頃女子にいじめられて、過去のトラウマでいろいろあったって、自分に自信がないから性に走ったらしい。東南アジアとか、その後セフレと彼女がいるって自慢してたけど本当？セフレある学会員だったって言ってたよね。しかもその子にプレゼントとか盗まれてるらしい。彼女に渡すためのイギリスで買ったジョーマローンの香水だったかな。なんで香水をセフレに盗まれたって気がついたのか知りたいな。お母さんの話も聞いたよ。立川の件ね、興味ないから言わないけど、一緒にサバゲに行った人も知ってるよ。話聞いてきていい？パンダ YouTube 解説したって報告してたよね。チャンネル名教えてくれない？ハンマーに電流走る。動画2本、2021年6月15日チャンネル解説。頭が眉メイクしてたんだってね。パンダさん割と人気のデパコス使って、あと BB クリームも使ってたらしいじゃん。でも話はすっごい薄っぺらくて使用感とか言えなかったの。なんで？雑誌に載ってる有名なブランド名しか挙げられなかったよ。あとどうしてある投手の連絡先番号知ってるって自慢したの？どうしてスペースの中で AV 男優の仕事を入れてあげようかって言えたの？関係者かな。なかなか濃密な、どこかで聞いたこともあるようなないような情報がありましたね。では最後にアルパカライブではおなじみの DM スクショをお送りしていきましょう。今度ぜひ情報交換でランチでもいかがでしょうか。なお保安上の観点からお会いする日時は他の方に伏せておいていただけると幸いです。シャチマル予告とかもありますので念のため。仲良くなりたいか、開示手続きについてもっと話を聞きたいか、どちらかじゃないでしょうか。
でも開示請求について質問はなかったんですよ。情報交換もしてないし、何がしたかったんだろうという印象でした。1時間遅刻してきたんですが、かなり申し訳なさそうでしたし。〇〇との戦いでストレス溜まってるから、仲間が欲しかったのかも。好みだったとか？かも。これは先ほどまでの情報交換と言っていた相手について、別の人と感想を言い合っているような感じでしょうか。ちゃんと問い合わせ証明書類画像を〇〇先生に送っておきました。これ、完全勝利では。いや、耐え込まれた人、どなたかは存じませんが、完全勝利、おめでとうございます。ちなみにアルパカ社長は、きちんと警察担当者に、こういった情報は提出しており、オリジナルを流出させることはないそうですので、皆さんご了承ください。最後に自前の広告が流れます。巷で話題のエナジードリンク、ホリクサ、はいかがでしょうか。名前を聞いてドキッとしたかもしれませんが、あのホリエモンこと堀江貴文氏がプロデュースしたエナジードリンクです。仕事も遊びも本気で楽しみたいあなたに、とのことですので、一度お試ししてはいかがでしょうか。ご購入は概要欄のリンクよりどうぞ。今回は以上となります。何かございましたらコメントを、回答も欲しいという方はお伏せをいただけると嬉しいです。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。